演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートでのライザップなめらかプリンを食べたいと思います。なんかライザップやらかしたらしいですけど、それがコラボの味にまで影響は出てはいませんよね。まあそれは食べてみないと分かりませんよね。なので食べないと、百聞は一見に近づ。オープン。ライザップファミリーマートプリンはこれまで硬いイメージがあったのですが、滑らかということは少し柔らかくなっているということなのでしょうか。ではいただきます。これまでのプリンとは方向性が違いますね。確かに口どけはこれまでのプリンと比べると本当に良くなっていて、カスタードの甘みが口中に広がったのですが、カラメルがないのと、自分は硬い方が好きだったのでちょっと物足りない感じがしてしまったのが残念でした。なのでこちらの点数とさせていただきます。カスタードとしては美味しくはありましたよ。では森林族、恋の病や治るかも。森林の中で気を整えれば治るかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。